ばんは。今回はもしも自分自身が凶器を持った男に襲われた際どのような対応を取ればいいのか、その護身術を学ぶべく福井アナが特殊部隊員の方に会いに行ってきましたので、そちらの VTR をご覧ください。はい、福井です。今回私は護身術を学ぶために日本特殊部隊員隊長の方に会いに来ました。それでは早速ご紹介します。日本特殊部隊員隊長の伊奈大河さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回福井アナに護身術を伝授していただくのは日本で11人しか入隊できないという日本特殊部隊員の隊長伊奈大河さんです。今回はもしも凶器を持った男から襲われた際の護身術を教えていただけるということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。近年、悲しい、事件が頻繁に起こってしまっているという現状で、我々はそういったことを防ぐべく、皆様に護身術を、ご伝授できたらなと思います。はい、それでは実際に教えていただきたいと思います。はい、まず一つ目の護身術なんですけども、はい、こちら老若男女の方すべてに使える護身術となっております。この方法を取ればかなり高い確率で安全に、その相手から自分の身を守ることができますので、はい、ではまず一つ目、こちらのナイフを持った男に対しての護身術です。はい、こちらのナイフ一発でも当たれば致命傷となってしまいますので大変危険な凶器となっております。これをまず一発も当たらない状況で自分の身をどう守るか、その護身術を皆様に授けたいと思います。はい、では福井アナ、こちらナイフ持っていただいて、はい、はい、では構えてください。はい、いきますよ。はい、じゃあ始めましょう。まずはナイフを持った男が現れた時の護身術を学んだ福井アナ。大河さん曰くとにかく逃げることが大事になってくるそうです。続いてはナイフよりも長い凶器、こちらのバットですね。はい、このバット、当たってしまえば間違いなく骨折は免れない、はい、非常にこちらも危険な凶器となってきます。こちらの護身術も皆様に伝授できますので、ぜひ皆様にも覚えて帰っていただきたいなと思います。では服やこちらを持っていただいて、はいはい、では構えてください。いきますよ。どういうこと。続いては金属バットを持った男が現れた時の護身術を学んだ福井アナ。こちらも先ほどと同様、とにかく逃げることが大事になってくるそうです。はい、ということで最後は有毒スプレーの護身術です。有毒スプレー、こちらの有毒スプレー、先ほどの2つの凶器と違って大変致命傷になりやすい凶器となります。はい、ですので護身術の方も少しだけ難易度が上がりますので、皆さんもよく見て覚えてください。はい、ではこちらの有毒スプレー持っていただいて、はい、はい、お願いします。では構えてください。はい、はい、ということで、特に細かい護身術の方法はなかったんですが、凶器を持った男が突然現れた際には逃げるのが一番重要ということが分かりました。はい、皆さんもそういった場に出くわした時はとにかくすぐに逃げてください。伊奈大河さん、ありがとうございました。皆様もとにかく目の前に凶器を持った男が現れた際はとにかく逃げましょう。以上、ニュースをお伝えします。